GP2X。GP2X GP はオープンソースで Linux ベースの携帯ゲーム機メディアプレイヤーである。韓国のゲームパークホールディングズが開発している。GP2X は商業的開発の他に個人が作ったゲームができるように設計されている。ファミコン、スーパーファミコン、ゲームボーイ、ネオジオ、メガドライブ、マスターシステム、ゲームギア、コモドール6 4 豆などのエミュレータも動作する。日本では、レッドスターが販売している。韓国で2005年11月10日に、リリースされた携帯ゲーム機。ビデオや音楽を再生したり、写真を見ることも可能。オープンアーキテクチャ、リナックスベースであり、誰でもソフトウェアを開発、実行できる。また、さらなるフィーチャー、例えば新しいメディア形式に対するサポートが、 アップグレード可能なファームウェアにより将来追加される可能性がある。GP2X の人気がある、使用用途はエミュレーターを動作させることである。2001年の GP32 のリリースからほどなく、メーカーであるゲイモパークは次のハンドヘルド機の設計を開始した。しかしこのシステムの方向性についての社内の不一致により、多数のスタッフ、 GP32 のエンジニア1名を除く全員が退社し GP32 の後継となる 2D のハンドヘルドシステムを開発するための新しい会社ゲイモパークホールディングズを設立することになった。ゲイモパークホールディングズは新しいマシンの仕様とどのようにそれを普及させるかべきかを決めるためこれまでの GP32 の流通業者と開発者に対して呼びかけた。 韓国のソウルで会議が開催された結果、新しいコンソールの最終的な設計が合意された。このコンソールの最初の名称は GPX2 であった。しかしこの名称は日本のプリンター GPX の登録商標違反になる恐れがあるため使うことができなかった。将来的に次のプリンターが登場した場合の混乱を避ける必要があったため、 新しい名称のコンテストが2005年8月3日に発表された。大会の優勝者は GP2X という優勝した名前を選んだマットベイクスで後に GP2X コンソールをプレゼントされた。しかし商品の到着は遅れた。GP2X はいくつかのハードウェアの小さな変更を重ねており、その中でもファーストエディションから ノーマルエディションへの変更とノーマルエディションから MK2 への変更に最も目立つ違いがあった。また、新しいバージョン階200が2007年11月1日にリリースされ、これにはタッチスクリーンが搭載されていた。エディション間での違いは GP2X キに詳細が載っている。2006年10月16日、GP2X は3万台を出荷し、 クリスマスまでに、売り上げが5万台に到達することが予測されていた。このコンソールのオープンの追い立ちにより、これがエミュレートする古いゲームコンソールを駆逐する、多目的なデバイスとするため、いくつかのアプリケーションがこのために作られた。f r o m t e g p 2 x o r g w i k i z a r m 9 4 0 t i s u s e d by GPHS。 インプラメンテ n t a t i o n of l i n u 2コントロールビデオプロセッシングユシングザ 940t コアインリナックス4アザータスックスアパートフラムビデオプロセッシングイズディフィカルトバットポッシブル、アクセッシングザハードウェアダイレクトリーメイクスイットイージーアツユーズボースクパス GPH ハスアンウンストザカイマイナ -200 バージョンオブザ GP に X ハードウェア which replaces the joystick with a, dark shionel pad and as, a touch screen.GP2X は拡張ポート、X とをテーブルに持っており、様々な専用ケーブル、USB ホスト、TV 出力など、や、拡張ボックスを差し込むことができ、GP2X 上で USB のデバイスを直接使用することができる。デバイスドライバーが利用できるかどうかのみが、 このインターフェースの制限である。GP2X を拡張するためのコネクタは、専用のものを入手することが難しいが、同じものが別のデバイスのために使用されている。サムザン E810、E730 及び LGU8110、20、30、36、38の携帯電話用、多ケーブルや、公式の GP2XTV 出力アダプターが、 適している。コネクターは独自仕様のものではなく完全にオープン。ハックして自分のケーブルを作ることが推奨されており、GP2X のウェブサイトやその他のサイトから半々製品のケーブルを買うことできる。ケーブルの仕様は h t t p w i k i g p e x o r g w i k i e x t から手に入れることができる。 GP2X は X とポートに差し込む専用ケーブルからの TV 出力をサポートしている。これにより GPX2X の画面に合わせて解像度が低くなっている映像が TV 上では元の解像度で再生できる。すべてのソフトウェアがこれをサポートしてはいないが特別なアプリケーションを使うことですべてのソフトウェアの TV 出力を有効にすることができる。 これはアプリケーションをバックグラウンドプロセスとして起動させることで実現されている。GP2X は外部電源で動作させていない場合、2本の炭酸乾電池を必要とする。多くの電流を消費するので、通常の乾電池では GP2X を長時間動作させることは難しく、ニッケル水素電池やリチウム電池の使用が推奨されている。 バッテリーの寿命は、行う、作業の種類に依存して変化し、約10分間、アルカリ感電池を使った場合から6時間、大容量のニッケル水素電池を使った場合程度まで、様々である。音楽を聴く場合には、バックライトとディスプレイをオフにすることで電池を長持ち、させることができる。GP2X には、外部電源のためのソケットがある。 直流 3.3V で 1A の内側が設置、不極のコネクターである。電圧にスパイクがあると装置が完全に壊れる可能性があるので、電源はレギュレータを使い電圧を一定に保たなければならない。GP2X の第一の記憶装置は SD メモリーカードであり、装置の上部のソケットに挿入することができる。ファームウェアでは 4GB までの SD カードを サポートしている。SD カードは FAT16、FAT32、FAT32 の方が信頼性が高いあるいは X ト2でフォーマットする。GP2X は 64MB の内蔵フラッシュメモリを持っており、32MB はユーザーデータのために使用できる。ハードウェアは新しい SDHC 規格のアドレッシングに対応しており、 GP2X を 32GB までの SDHC カード対応にするための作業が現在行われている。GP2X に2つ搭載された ARM コアはソフトウェアで標準よりもオーバークロックできる。オーバークロックによる最大速度はシステムによって異なる。GP2X 用ソフトウェアの開発に必要なツールは無料で入手できるので、 多数のソフトウェアが利用可能であり、大半は無料である。利用できるソフトウェアの種類として、エミュレータ、ゲーム、PDA アプリケーションや、マルチメディアプレイヤーなどがあるアーカイブ、GP2X で GP2X で利用できる、ほとんどのソフトのダウンロードができる。GP2X のソフトウェアの一部は、ファームウェアに直接組み込まれている。音楽やビデオの再生に用いる、プレイヤー、 画像ビュアー、E、ブックリーダー、標準的なテキスト文章を画面に表示する、ちらつきを防ぐための LCD の書き換え頻度調節のためのユーティリティなどである。また、ファームウェア内にはメニューから直接アクセスはできないが、Windows の標準ファイル共有プロトコルにより、マシンにファイル転送を行うためのサンバサーバ、ウェブページを提供するための HTTP サーバ、 FTP サーバー等のファイル転送方法がある。また、テルネットアクセスにより、マシンの外部からコマンドラインアクセスが可能である。これらのサーバーは内蔵の USB ネットワーク機能上でも動作し、PC に対して GPNX を高速に接続することが可能である。ファームウェアのバージョン3.0、例は、何度メモリに5つのゲームをプリインストールされている。 ゲームは、ペイバック、でも、ノイズに差、フラバープーヨ、スパートックス、ベクター、フリーウェア版である。このファームウェアは、最新版の GP2X に同梱されている。GP2X で利用できるエミュレーターは、多数あり、動かしたい、ソフトウェアの正規版を所有していれば、そのロムダンプを転送することで合法的に他の、システム用のソフトウェアを GP2X で、 動作させるとができる。多くのエミュレーターは、ほとんどのソフトウェアを完全に、かつ期待する速度で動作させることができるが、速度やサウンド等に、問題のあるエミュレーターもある。人気のあるエミュレーターとして、ネオゲオエミュレータンジオ、ゲイボーイとゲイボーイカラー用のニューボーイに X、様々なアーケードゲーム機のエミュレータマ豆、マスターシステム、ゲイギア、メガドライブをエミュレートする、DRMD、 スーパー・ニンテンドのエミュレータスキチ・スンズ及びポーコ・ツンズ、メガドライブ及び多数のセイグクドゲームをエミュレートするピーコドライブがある。GP2X は、ニンテンドー DS や PSP などの他の携帯型ゲーム機と比べて愛好者が少ないため、商用のゲームは極めて少ない。本校執筆の時点で、が、GP2X 向けの商用のゲームであり、また2006年10月、と、が、 韓国内向けのみで登場した。しかし、他のプラットフォーム用、多くは、Linux 用のゲームの GP2X への移植版が、多数存在する。人気のある移植版として、スーパータックス、フローズンバブル、デュック・ニューカム 3D、クエイクおよびルームエンジン、正しいデータファイル付けのコピーを所有していれば、オリジナルのゲームが動作可能がある。また、タイルマッチやビート 2X のような、 プログラマーが趣味で作成した手作りのゲームが多数ある。GPNX 用の公式でないマルチメディアプレイヤーがいくつか存在し、同梱の音楽、ビデオのプレイヤーよりも多くのフォーマットを扱うことができる。そうしたプログラムの一つがフープラの移植版で、デルメディアや Windows メディアのファイルの一部を再生させることができる。プレイヤーのソースコード公開以来、様々な用途で、 いくつかの非公式ビルドが行われている。こうしたビルドの一つでは、AAC 形式の音楽機能が追加されている。人気のある PDA 用のデスクトップ環境2種、クトピアおよびグップが GP2X に移植されている。いずれもウェブブラウザやワードプロセッサなどの多数のプログラムを収録しており、GP2X のパッドでも、 エクストポートに USB ケーブルを介して接続された USB マウスやキーボードでも操作できる。GP-NEX 用の SDK ソフトウェア開発キットは無料で簡単に入手することができ、技術がある人であれば誰でもアプリケーションやゲームを書くことができる。多くの SDK は GCC クロスコンパイラツールチェーンと SDL をベースにしている。 SDL は多数のシステムで利用でき、Microsoft Windows や GNU、Linux などの他のプラットフォームとの高い効の互換性を実現している。アレグロゲームプログラミングライブラリーの移植版も、フェ e n i x ゲームツールキットの移植版として入手可能である。その他の開発中のライブラリーとして、GP2X の Linux 環境から直接、ハードウェアへのアクセスを可能にする。 ミニマルライブラリー SDK や OS の干渉なくすべてのハードウェアを Linux の制御下に置くこと可能にするライブラリーやプログラム群 SDK に X がある。現在開発中の g p u p 9 4 0はソフトウェアの 3D レンダラーで真のパースペクティブを行うテクスチャマッピングやライティングなどの多数の種類のレンダリングを行うことができる。 GP2X の ARM940TCPU を利用し GP2X に基本的なオパングル機能をそこそこの速度で動かすことができる。2007年1月、レンダラーのオパングル機能により 3D ロールプレイングゲームエゴボウを実用的なスピードで GP2X に移植できるようになり、1ヶ月後の更新で速度の改善とライティングエフェクトの追加が行われた。 GP2X における実行ファイルは2種類の3文字のファイル拡張子のいずれかを持つ。ゲーム用にはグップの拡張子が使用される。これらはメニューのゲームズセクションにリストされる。ユーティリティはグップの拡張子を持ちメニューのユーティラティスセクションにリストされる。ファームウェア3.0例ではゲームと一緒に表示される。 GP2X に DRM を組み込むかどうかについて議論が行われている。DRM がどの程度ユーザーの権利を制限するのかについては全く情報がないが、ゲームパークホールディングズは DRM は専用の商用ゲームを制限する用途にのみ使用され、ユーザーがロードしたコンテンツを制限するためには使用されないとの声明を出している。 ゲーム出荷の際に使用された SD カードからのみ、動作するようにソフトウェアをロックするか、1台の GP2X の固有のハードウェア ID に対してロックするか、保護の方法は2つ考えられる。デバイスのシリアルナンバーを探し出すことも可能で、これを DRM テクノロジーに使用することもできる。GP2X のファームウェアは相当な量の GNU、GPL を使用しており、 メディア機能のためのプレイヤーや OS としての Linux カーネルなどを含んでいる。GPL はバイナリーアプリケーションのユーザー、すなわち GP2X のユーザーに対してソースコードのリリース、公開を要求しているが GP2X が発売された際、当初ソースコードがリリースされなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。